ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。池田君、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がメルセデス AMG C63S ワゴン2019年式12400キロ、こちらの車両をご紹介させていただきます。はい、C63 はもうありがたいことにもう入庫も多いですしね。そうですね、入庫もやっぱ多いです。人気車両でもありますし、はい、セダン、クーペ、ワゴンと。そうですね。で、動画の方も多分4代目か5代目ぐらい、はい、はい、63全部ひっくるめちゃうと。ワゴンがちょっと少ない印象はありますね。クーペやっぱセダンが多いかな。最近も圧倒的 SUV ブームからか、あ、そうですね、なんかもう市場的にもなんかちょっとワゴン元気がない感じが確かにそんな印象あります。僕勝手に持っちゃいますよね、はい、GLC とか結構声いただくというか、まあ、オーダーがやっぱ多かったですので、GLC にちょっと、まあ、負けちゃってるというか、最近影潜めてるのかなっていう印象はありました。確かに、ちょっとここの最近のこの SUV ブームと、うん、もうちょっと昔って言ったらなんかワゴンがちょっとファミリーカーじゃないけど、そうですね、そんな感じだったのが、はい、今ちょっと調べてみたらここにちょっとこう対抗馬的なのって、うん、言ったらもうアウディの RS4 ぐらいしか、はい、そうです、ないないかなっていう、まあまあ一応来年のいつになるか分かんないですけど、来年一応今 BM の M3 ツーリングが出るんじゃないかっていうので、だいぶもう全貌が明らかになってきてるは来てるんですけど、まあ、今現状だとそうですよね、 RS4 アバント、 RS4 ぐらいしかないと思います。なるほど。でなおかつちょっと最初から ネガティブなことを言ってちょっと恐縮なんですけどあの間もなくモデルチェンジが控えてるじゃないですか、はい、そうですね。で僕ら的にはちょっと、まあ、正直言っちゃうとそのがっかりになっちゃうんじゃないかなっていう内容がこうちらほら聞こえてきてるじゃないですか、はい、だからこれ今回ご紹介させていただくのってすごくこういいタイミングというか、うん、僕もそう思ってました、はい、欲しい方にはもうここで買っといていただきたい。でしかも今回ご紹介するのがオプションがすごいですよね。そうです、内容がもう本当にいいので、もうこれはずっと紹介したいなと思ってたので、はい、ぜひ今日ふんだんにお届けできたらと思います、はい、細かくご紹介させていただきたいと思います。でまずボディカラーがこれ珍しいですね。はい、これがブリリアントブルーになります。エキゾーストの方じゃないですか。はい、そうです、はい、ブルー色の方です、はいはい、これ僕正直あんまり見たことないです。ああ、そうです。まあまあ、入庫している車両ではちらほらあるんですけど、まあ、数多くはないですね。これセダン、クーペともにかなり少ない、はい、少ないと思います。色じゃないかなと。前多分うちで多分五毛車動画で前言ってた、はい、あの63のクーペが多分この色だったと思いますね。まさにこの色だったかと思います、はい、これがまたなんかちょっと高級感もありつつ、そうなんですよ。でなおかつこの黒いパーツとカーボンのパーツの相性がいい。もう なんか映えますよね。本当本当に、まあ後ほどご紹介する、まあ、カーボンブレーキとかそういったキャリパーの色とかも映えますし、カーボンも映えるしっていう、かなりいい色なのかなと思います。一つこのボディカラーかなりおすすめのポイントですよね、はい。で今回のお車はカーボンのパッケージもついてるということで。はい、そうです。これ僕あの正直ですよ、やっぱり黒白より赤とか青の方が、うん、あのカーボンパーツちょっと映えるなっていう。いやー本当そうですよね。ちょっとどうしても白だと白黒になっちゃうし、黒だとどうしてもその黒さをなんかこう無意識にこうカーボンと比べちゃうというか、ありますけど、遠目で見ちゃうと黒とだとなかなかこう区別が難しかったりあるので、青赤は結構こうカーボンとなんか、うん、一番相性がいい、いいですね、感じがします。はい、でまた半年ぐらいしたらまた違うこと言ってたりする、はい、いやでも本当にこれは結構大きいポイントですよね。そしてあといいなと思うのはやっぱり池田君も言ってましたけど、はい、サイズ感かなと。あ、そうですね、はい、サイズ感はもう本当に、まあ、先ほど申しましたように、まあ、ワゴン自体がちょっと今需要が少し落ち着いちゃってるのもあるんですけども、やっぱりご商談させていただいてても、あの駐車場問題っていうのも結構やっぱサイズ感の中ではお話出るので、このサイズっていうのはまだ日本の駐車場とかでも結構行けるとこ多いと思いますので、すごくいいのかなと思います。結構今2メーター超えなんていうのも当たり前だし、そうです。もう SUV だったらコンパクトでも1980とか60とか、はい、そうですね、もうゴロゴロしてますけど、これに関しては1800台。1800台です。1900行ってなくて、1840だったと思います。はい、このフェンダーが出てる63にもかかわらず、はい、それで収まってるっていうのは、まあ、すごくこう、そうなんですよ、都市部で使われる方にもおすすめのポイントじゃないかなと、はい、そうですね、はい、でそことつながる部分であると思うんですけど、あのこの車僕いいと思うのはもうシャーシーがやっぱりもう抜群にいい。はい、うん、
そうですね、調べたらこう S と E と C がなんか同じプラットフォームということで、あ、なるほど、うん、そこもちょっとあるのかなと。あともう一つはメルセデスって結構こう幅広いじゃない、ブランド、はい、ラインナップが。もうそれこそもう1500とか 2000cc ぐらいのエンジンから同じシャーシでもう昔で言ったら 6.2 リッターまで受け止めてるっていうのは、はい、やっぱりこれ走りの良さはやっぱりそのシャーシの良さなのかなっていう。まあ、あった多分マイナーチェンジ、これもまあ今回後期モデルですけど、マイナーチェンジでもだいぶあのそのシャーシ剛性だったりとかそのあたりのスタビリティ変わってると思うので、どん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 進化していってるっていう部分ではやっぱりこの63のパワーを受け止めるだけのシャーシがここにあるっていうのはすごいことだと思いますね。まあ、あと細かいところ見てくると、こうやってこうボンネットがちょっとレーシーなボンネットだったりと、はい、うん、この盛り上がりがいつも言ってるんですけど大好きです。いいですね。ただちょっと正直ポイントで言うと、ここに飛び石があるんで、はい、もし気になるようであれば、ね、ご納車の際にプラスアルファで直させていただいてっていうことも、はい、はい、できますんでお気軽に。まあ、あとはエクステリアに関してはもう205これ最初ですから、うん、デザイン的には後期ですもんね。はい、そうです。もうデザイン完成されてるなって。はい、で新しいのがもうガラッと変わっちゃうじゃないですか。うん、だからそこでこうちょっとまだ受け入れられないっていう方にはちょっとこの205の後期、うん、かなりデザイン的にもおすすめじゃないかなと。もうアメリカーナも、確かに、はい、もうこれが標準というか、まあ、前期の方でも結構グリル交換日々入庫ありますけど もうこれはもう後期なのでパナメリカーナですね。もしっかりついていくと、はいはい、あともう一つ正直ポイントで言うと、これはもう63に限らずやっぱりこの、うん、ヒゲの部分というか、あ、ここが変色しちゃうんですね、はい、ちょっとそうですね、残念なポイントとしては、はい、ただここもラッピングしたりだとか、うん、あとはペイントしたり、はい、まあ、パーツ交換したりでパリッとさせることもできますので、うん、そうですね、お気軽にご相談いただけるといいんじゃないかなと。じゃあ続いて横から見てみたいと思います、はい、もう超高額オプションが入ってるじゃないですか。どうですかっていうばかりに、はい、最高です、はい、これ C だと割と珍しい。 C は私もあんまり見たことないですね。そうですよね、はい、なんとカーボンセラミックがついてございます。でこのやっぱり黄色で、黄色というかゴールドというか、はいはい、一目につく感じで見たら、これローターに結構目が行きがちなんですけど、はい、キャリパーもデカさもそうですし、これモノブロックなんですね。はい、これキャリパーも本当に通常の63の赤いキャリパーとはまた、もうよく見てる方でしたら分かると思うんですけど、全然違う大きいキャリパーがついてます。赤いのも 63S にならないとついてこないですよね。そうです、はい、ベースの63だとグレーっぽい、はい、キャリパーが、ね、それが S 赤くなるんですけども、さらにそこからステップアップしてこのカーボンセラミックという、はい、こちらがついてございます。ここはもう、S になるとドライバーズパッケージもついてくるので、はい、やっぱりちょっと本気で走っても OK な、はい、そんなブレーキが。で僕ちょっと、ありがたいことに何度かこれ乗せていただいてるんですけど、カーボンセラミック、はい、ちょっと改めて乗ってみたいと思います、はい、結構ものによってはこう温まらないとスー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 っていっちゃ う、ね、車種もあるじゃないですか、はい、この辺ちょっとどうなのか乗ってみたいと思います、はい、あとタイヤに関してはフロントが245、はい、リアが265、はい、でここがやっぱり FR なんで。そうです、まあ、FR の細めということで、はい、RS4 になると前後265の投資、そうです、投資になると思いますね。でここのもう一つポイントかなっていう、はい、FR ないじゃないですか。ないんですよ、ましてやワゴンですからね。そうなんです。でしかも63シリーズも、はい、基本的にここから上というか車格が上がっていくと4駆になるんで、はい、このエンジンを FR で楽しめる車っていうのが、まあ、基本的にはもうそうですね、もうここが最後になるんじゃないかっていう感じで、時期型がもう4駆になるって言われてるんで、はい、やっぱりちょっとこう僕の勝手なイメージですよ、うん、はい、なんかこう車よりかもなんかもうエンジンが速くオーバースペックなちょっと、はい、乗ってもうこれが最後かなっていう、うん、そうですね、これは本当に、まあ、まあ希少というか、まあ、やっぱ好きな方からしたらもうこのモデルまでっていう形になるので、まあ、やっぱり今が一番いい時なのかなと思ってますね。なんかちょっとこのいい意味ですごくアンバランスというか、はい、なんかちょっとその装備だったりだとかエンジンのパワーだったりだとか、うん、もういろんなものがちょっと E とか S になってくるとなんかこうバランスが取れてくる感じ、はい、ただこの C に関してはもうあの510馬力のエンジンを4駆にする気もないという。そうですね、もう明らかにこう受け止める気がないもうアクセル踏んだらすぐケツが出ちゃうような。そうですね、はい、これっていうのはやっぱり一つ魅力かなという。またこれ車重 C クラスで全体的に結構車重軽いですよね。1600キロ台とかそれぐらいなので車重も軽いので本当に楽しむにはいいのかなと思います。そうなんですよね、はい、楽しめるっていうのは一つ大きいかな。はい、
であとは足回りが AMG ライトコントロールになりますので、はい、車高が、まあ、必要であればローダウンしたりだとか、まあ、あとは状況に合わせて車が勝手にやってくれる機能なんかついてますので、はい、この辺なんかもしっかり揃っておりございます。であとはサイドスカートもしっかりカーボンの、はいはい、アクセントが入ってていいですね。いいですね。カーボンパッケージやっぱり重要だなと思います。確かに特にカーボンセラミックのブレーキ入ってると余計重要な気がします。そうですね、はい、カーボンセラミック入ってるのに外装カーボンエクステラがついてないと、うん、ちょっと正直寂しい感じがしなくもないですけど、うん、これダブルで入ってるともう本当にこだわって選んだんだなっていう感じしますよね。そしてあとはこのワゴンになるとルーフレールだったりがつくわけなんですけれども、はい、これあの僕正直ですよ、外装をパッて見たときは少しちょっとやぼったいかなって思ったんですよ、はい、ただ内装とこれバランスいいですね。あ、そうですね、内装とは、はい、いいと思います。内装がこの後ちょっと見ていただきますけれども、うん、まあ、ちょっとレザーが白かったりだとか、あとパネルが、はい、そうです、アルミのヘアラインのパネルになったりするんで、はい、まあ、トータルで見るとかなりバランスがいいのかなと。どっちでもいけそうですよね。なんかブラックアウトしてもいけか、あの多分かっこよくまとまると思いますし、このままでもいいのかなっていう感じです。あとはワゴン、なんといってもこのスタイリングかなと、はい、結構やっぱりあのアウディがワゴン作るのうまいよねなんて言われますけれども、うん、メルセデスもかなり、いや本当にいいと思います、いいデザインで作ってくるなっていう、はい、あとリアは先ほど触れましたけど、はい、265で結構こう意外に思うところがリアはスチールなんですね。そうですよ、リアはスチールブレーキです。キャリパーはゴールドに塗られてるんですけども、リアはスチールになります。なるほど、これは池田君曰くちょっとリアの方が汚れるというそうです、あの私ちゃんとこれ洗車したんですけど、洗車した際にあれリアの方がブレーキ出すと多いなと思ってローター見たらスチールだったので、 C クラスだ と、カーボンセラミックはフロントのみの設定になってしまうので、まあ、これは致し方ない部分かなっていう感じです。まあ、バランス取るんであれば、ダストの量のバランス取るんであれば、まあ、低ダスト入れたりしてもそうです、はい、いいのかなっていう、まあ、あとはいかにそのカーボンセラミックがダストが出ない汚れないかっていうところですよね。そうですね、はい、であと後ろに回っていくと後ろもそんな感じで AMG パフォーマンスエキゾーストもつきつつ の、はい、のカーボンになってたりとか、もうこのワゴン普通じゃないぞっていうのが全然印象違いますよね。でも本当にいいですよね。リアのこのディフューザーの形状だったりとか、うん、でいってリアワイパーはついてるんですよ。よくないですか。はい、こうなんかこう日常使いもできて、はい、そういうもう異次元の加速で走っていけるっていうのは、そうですね、もう本当に両立してるというか、運転される方も楽しめるし普段使いもできるしっていう、そういう一台だと思います。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。はい、内装はまたこれ豪華オプションがついてるじゃないですか。はい、パフォーマンスのシートが、はい、これいいですね。そうですね、 AMG パフォーマンスパッケージに含まれているものなので、これレカル製の、はいはい、シートがついてございます。割と調整も細かくできたりとかして、はい、うん、ただこれ毎回言って恐縮なんですけど、あの猫背土屋にはちょっと形が合わないんで、まあ、私もそうですね、猫背な方なので、まあ、合う人合わない人は多分いると思います。特に普通のシートよりかもこうちょっと固めというか姿勢を強いる感じが強いん で、ね、まあ、これはあのもし気になる方がいらっしゃったら乗っていただいた方がいいか。そうですね、はい、ただ報道性だったりだとか、そうなんですよ、もうビジュアルはあの120点です。ワゴンでパフォーマンスシートってちょっと見慣れないぐらいな新鮮な感じがちょっとありましたね。あといいのはこう見えるじゃない、この、はい、そうです、ベルトホール使わないんだけど、そのベルトホールデザインになってるところがこう前から見たときに見える。かっこいいですよね。こうワゴンの外観なのにちょっとこうとんでもないぶっ飛んだシートが入ってるって、 そうですね、そのギャップがこう、はい、最高です。そしてダッシュボードだったりだとは、はい、63以上は、アルティコのダッシュになるということで、このステッチの入った、はい、ちょっとレザー風かな。そうですね、はい、アルティコは確かあの合皮なんで、まあ、そんな感じになってたりとか、あとステアリングも、はい、パフォーマンスのステアリングになってると、ね、こちらがダイナミカ、はい、最近もスウェード調もいろいろあるんで、はい、そうですね、まあ、こちらダイナミカ、はい、メーカーによってもいろいろ違いますもんね。でこの辺が、はい、ちょうどマイチェン後にはそちらにドライビングモードのセレクターがつきましたね。こんな感じになっております。ちょっとドアも見てみましょうか。でドアもしっかりこうステッチが入ってて、はいはい、コントラストになってるんですかね。そうです、明るめのグレーのステッチが入ってて、でここがアルミのパネルになると、はい、だここがちょっと外装のモールとか、うん、はい、あとはルーフレールですよね。ルーフレールの
ちょっと相性がいいかなと僕は個人的に思いました、うん、はい、でブルメスターなんかもしっかりついてる、はい、で調整も細かくできますし、あとは超贅沢を言ったらベンチレーションからそうですね、 C クラスはちょっと、はい、設定がなかったので、C なくて全然当たり前なんですけど、うん、A についてきちゃった時の衝撃、そうですね、今の A45 とかは入ってるので、何してくれてんだと僕ちょっと正直思ってしまいました、はいはい、もうそこの境が正直こう以上かなと思ってたんですけど、ちょっと A がついて C がついてないっていうのがちょっとこう、まあ、タイミング的なものもあるんであれなんですけど、そうですね、まあ、なくても全然、はい、時期型に期待ということで、そうですね、時期型に期待したいと思います、はい、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、もう安定のっていう感じです乗るとステアリングはこんな感じです。もう他のモデルと共通ですよね、はい、はい、この辺がようやく慣れたと思ったら時期型で変わってくるという、はい、こんなステアリングになってますけど、 ACC もしっかりついてて、はい、モード切り替えもあると。でこれは割り振ってあのワンタッチで変えられるやつですよね。そうです、はいはい、この辺なんかもついててもう全部ついてる感じです、はいはい、でチルとテレスコも電動のものがしっかりついてて、でメーターは12インチ約、はい、こんな感じの、はい、後期でちょっと表示が表示というか、はい、メーターデザインが変わって、まあ、この辺がそうだよね。そうです、今、まあ、3種類メーターの表示を選べるんですけど、はい、今スポーツでこういう黄色いメーターになってますね。あとよく見るクラシックのタイプとこれですね、はいはい、後期に乗ってこんな感じのができる、これはよく見るタイプですね、はい、スーパースポーツと、はいはい、できるようになってます、まあ、この辺はおなじみなんでちょっと掘り下げなくても大丈夫かと思います、はい、あとこの辺のナビ周りもこちらもおなじみだと思うんで、まあ、ちょっと掘り下げませんけども、こんな感じの、そして外装のカーボンパッケージとともにこの内装もしっかりカーボンになるんで、はい、こんな感じで本来はアッシュウッドだと思います、はい、オーブフィニッシュのウッドのトリムになると思うんですけど、カーボンパッケージがついてるんでアルミニウムとこっちのカーボンの感じになっております、はい、であとはこのヘンドリングホルダーと小物入れ、あ、これ置くだけ充電ついてないんだよね、ついてないです、そうですね、C は、はいはい、そしてこの辺のコマンダーなんかもおなじみだと思いますんで飛ばしちゃいます。でパフォーマンスのエキゾーストもついてますんでこんな感じで、はい、だとアームレストの中は、USB が2系統と SD カードはこんな感じで刺さるようになってます。あとはペダルに関してもこのステンレスのカバーが、はいはい、しっかりついてございます。そして上はこれファブリックなんですね。そうなんですよ、 C クラスは、はい、そうですね、そういった形になります。そしてバイザーはこのビニールのタイプがついてます、はい、そして今回の場合こっちのサンルーフ、はい、パノラマミックスライディングルーフついてますんで、はい、これでかいね、これ大きいです、はい、後ろまであるのでダブルになってるのかな、だいぶ開放感が、ちょっと開けてみましょうか。いやいいんじゃないでしょうか。ちょっととんでもない車の性能と、はい、ちょっとこのファミリーライクなちょっとこのスタイリングと、はい、あとこの豪華装備、もうお子さんは逆に喜ぶかもしれないですね。確かに。あとこちらの車はレーダー探知機、はい、ドライブレコーダー前後、はいはい、欲しい装備がついてございます。であとはもう乗った感じもう本当にこうなんでしょう、このクラスのベンチマークというか、うん、もう視認性も最高だし、こうワゴンで後ろ長いですけど、もう後ろの後方の視界もいいですし、左右の見切りもかなりいい、はい、運転しやすいですよね、運転しやすいです、はい、C クラスって、まあ、その辺はだからもう本当に使い勝手をよく使っていただけるんじゃないかなと思います、うん、じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。はい、で後ろの席も、はい、このナッパレザーに確かなってるんですよね、はい、普通のやつが、ホンガーだったりだとか、うん、もう別のグレードだとファブリックだったりしますけども、はい、63S になるとそうです、ね、ナッパレザーなんで後ろのシートもすべすべの高級感のある、はい、そしてこのツートンがいいじゃないですか、はい、おしゃれな感じがします。そしたら池田君乗っていただいて、はい、ちょっと装備だったりだとかスペース的なものをレビューお願いしてもいいでしょうか。はい、あでもシートは柔らかいです、クッション性は、はい、
まだ距離少ないんでちょっとレザー張ってる感じはありますけど、多分これ後ろはもうコンフォートシートと、あ、なるほど、はい、同じだと思うんで、前がパフォーマンスで、うん、後ろはもう基本的に通常のシートですね。じゃあ家族が乗ったりだとか、あ、十分だと思います。奥さん、お子さん乗せたりだとか、はい、かなりいいんじゃないかと、はい、装備的なものはどんな感じですか。装備はですね、まあ特別なものは実は後席はなくて、まあ、エアコンの吹き出し口があるんですけども、調整とかは前の方でっていう形になるので。シガーもついてないんでしたっけ。シガーもないですね、これはないですね、はい、なるほど。じゃあ本当に後ろに関しては割と割り切った感じ、はい、そうです。でシートヒーターとかもないので、ただまあやっぱこのパノラミックルーフ、スライディングルーフの開放感はあると思いますね。でヘッドクリアランスなんかは十分です。私まず身長170なんで決して大きくはないんですけども、私ぐらい身長であれば全然問題ない。ワゴンってやっぱりこのヘッドクリアランスから後ろにかけてのスペースがやっぱりいいのかなっていう、うん、そうですね。そこあることでだいぶこう開放感というか、うん、こう閉じ込められてる感じがあんまりしない。そうです。 GT のあのフォードアクーペの方がちょっと圧迫感ある感じがしました。まあ、ボディデザインとか、あと窓の大きさも違うのであれなんですけど、これはそんなに圧迫感はないですね。まあ、装備に関してはちょっと割り切った感じですけれども、はい、居住性は全然悪くないのかな。全然悪くないと思います。こんな感じのリアシートになってます、はい、前も十分ですね。じゃあ続いてトランクを見ていきたいと思います、はい、トランク足で開けるやつが、あ、足でも開けれます、はい、ついてるってことで、はい、で足で止めたりもできるんですよね、はい、はい、ちょうど真ん中ら辺ですね。で当然これもついてますので、はい、こんな感じで止めたり閉めたりできますと、はい、まあ、この辺はもう当然のようについてる感じ、うん、あとトランクがやっぱり何といってもワゴンのいいところです、はい、結構広いですよね。広い方だと思いますこれは。でまた横が結構取れてるっすね、はい、結構こう出っ張ってるのとかそっち側がえぐれてない車なんかも多いですけど、C63ワゴンに関しては割と取れてると、はい、で当然このそのカバーもそうですし、はいはい、だとこれを倒して使ったりなんかできるんで、はい、まあ、用途に応じて便利に使っていただければと。あと僕その RS4 とあの、まあ、比べるべき、はい、比べるとすれば RS4 なんで、はい、まあ、いろいろちょっと見てみたんですけど、このシートの倒れ方が RS4 とだいぶ違うみたいです。あ、はい、こっちなんか容量的にはやっぱり RS4 の方がなんかちょっとだけトランクの容量も多いみたいなんですけど、はい、C63 だとこのぐらいまでこうフラットに倒れるんで、あ、割とこっちの方まで高さが使えると、はいはいはい、で RS4 だとこのぐらいまでしか行かないんですよね確か。あ、そうだったかもしれないですね。なので結構こうここを大きく取りたい方はちょっと厳しいかなと。その辺もかなり考えられてるなというのを感じました、はい、だとこの下もちょっと収納とまでいかないですけど、あ、そうです、スペースがあるんですよね。ありますね、はいはい、一応おなじみのコンテナとパンク修理キットと、はい、あとネットも未使用品がついてきます、はい、じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、もう過去何回紹介したかもう覚えていません、はい、もうまだ現役ではありますけど名機って言っていいと思います。いや、そうですね、本当にそう思います。 M177 エンジン、はい、これ正直あのダウンサイジングされた時はちょっとこうあっていう空気あったと思います。ただあの次回のダウンサイジングはその日じゃないじゃないですか今そうですね、情報として出てるのはそんな感じですよね、じゃないですか。だからもうこれっていうのは残っていくべき車なのかなっていう気はします、はい、このエンジンって GT から始まったんでしたっけ。 AMGGT からなのかな。そうっすかね、確かそうだったと思いますね。だ GT だと178になるんですよね。あ、そうですね、はい、6のブラッシュアップのさらにブラッシュアップみたいな、うん、なんでちょっとこれはちょっと、うん、出た時はこうダウンサイジングターボって言われましたけど、はい、次回はその日じゃないって今のところそう言われてるんで、はい、もちろんその次出る車もいいのは僕もう絶対いい車であると思うんですよ。ただやっぱり味ってどんどんなくなっちゃうじゃないですか。そうですね、もう根本的に V 型がどん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 もしかしたらなくなっちゃうかもしれないので。そうなんですね、 V 型ってどうしても部品点数が多いんで、結局その構成が複雑になったりだとか、ね、製造時のその環境負荷が高いっていうんで今あの直六とかに回帰してきてるんですよ ね、はい、そうですね、直六多いですよね。だからあの GT4 ドアなんかも、うん、43なんか53なんかも、はい、直六積んでたりしますけども、これはちょっと本当に今乗っていただきたい
はい、そして今あの所有し続けられる方がいらっしゃるのであればもうちょっと大事に乗っていただきたい、ね、僕の勝手なあの意見ですけど、はい、そんなエンジンです。続いて点灯周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。はい、一緒だから困んなくていいよね。本当ですよね、うん、だから所有してる人とあの一緒だからつまんないっていう、うん、ダッシュボードもデザイン、まあ、でもモニターでかくなったのいいっすよね。確かに確かに、もうアワイフはもっとでかくしてほしいただあの SL とか、うん、あの S とかも、はい、あれ次の C も確かでかいんですね。そうです、縦長の大きいやつですよね。で角度がこう SL だっけ、はい、こう調整できたりとか、はい、もう家電みたいになってますけれどちょっとじゃあフォーミュラー経験者池田くんのちょっと本気ドライブで290で本当にリミッターが当たるのかどうかちょっとチェックしていきたいと思います。富士持っていきたいですね。そうそう、え中原街道じゃなくて、中原街道やばいですね本当に明日から会社来れなくなっちゃいます。免許10個ぐらいあっても足りなくなっちゃう。足りないですね。これでもすごいよねこの車。すごいですよね。だってこんなにオプションつけて、うん、これって言ったらあの純粋に高級路線の車を買おうと思えば、うん、結構なの買えるじゃないですか。いや買えると思います。オプション入れたら1500超えちゃうので全然でしょ、はい、車体が1430とかそのぐらいで、はい、新車価格オプションつけてて乗り出しはもう確実に1500。そうですよね、はい、速い車じゃなくて高級車の車で1500万円って言ったら相当な結構選択肢もいっぱいありますよね。だって1500万円出して後ろにだってエアコンの3ゾーンですらないんだから、はい、リアシートヒーターすらついてないんだから、うん、これは最高すぎやしませんか。すごいですよね。いや車しっかりしてる。そうですね、しっかりしてる。なんか剛性高い感じとかはよく分かります、ね、うん、今段差を降りた時ももうすごくしっかりしてる感じが。車がこうよれてこう一個ずつタンタンって足がつく感じじゃなくて、はい、もうちゃんと車まっすぐな、まあ、足だけでこう、そうです、ね、タンタンっていうのが。すげえまぶしい。いやあとシートだな、猫背土屋は、はい、でもこれでもさっきもちょっとその下見の時話したけど昔のパフォーマンスのシートから比べるとだいぶコンフォートになったという、はい、昔はそれこそこのヘッドレストのパッドもなかったそうですね。あともう乗る車種によってもなんかちょっとやっぱ違いますよねこの感じ方。 GT とかもやっぱ硬いなと思うんですけど、うわすげえ剛性感足は。正直助手席で乗ると、割と硬いです、はい、これ今コンフォートで、はい、サスペンションも、はい、ダンパーもコンフォートですね。ただもう路面のこのゴツゴツがお尻に感じる、まあ、シートのせいもあると思いますけど、はい、かなりスポーティー、うん、ただ全然不快じゃない、はい、うん、走りが楽しめる範囲かなっていう。あとはもう助手席でも分かる本当にこの剛性感。剛性高いですよね。
で静かに走るとこの先に学校があります。 ありがとうございます。静かに走るとちょっと中で聞いたドロドロ V8 サウンドを忘れちゃうぐらい、はい、普通に走れちゃう。普通なんですよ。コンフォートって本当に全然他のこういうハイパフォーマンスモデルじゃないモデルともそんなに大差ないんじゃないかと思うぐらい静かですね。だから乗り味っていうか乗ったこの乗り心地も、あ、今ちょっと V8 を感じました。はい、ただ本当にわずかに、はい、乗り味のこの硬さもなんかその足硬いとかじゃなくてなんかちょっとタイヤの硬さをなんかお尻で感じるみたいな。あ、そうですね、はい、そんな感じの硬さかなっていう。だから全然嫌な不快な感じがしない。まあ、多少やっぱロードノイズとかは聞こえますよね。うんうんうん、ちょっと足回りスポーツ、これで今スポーツですね。はい、あ、もう明らかに硬いです。はい、今路面の段差もタンタンっていう感じで。南西西日が眩しいですね。眩しいですね。せっかくの青いボディが見えにくいです。あ、でも本当にしれーっと走ろうと思えば全然走れちゃう。はい、ブレーキはどうですか池田君。いや、ブレーキこれが今私もずっと気にしてたんですけどすごいタッチいいですよ。あ、そうなんだ。はい、なんかこうカーボンセラミックだからといってググって効くわけでもなくて本当にリニアに反応してくれるのでつまんでるパッドがつまんでる感覚っていうのがよく分かる感じです。でこう変にフロントだけこうカーボンのローターカーボンブレーキでリアスチールなんですけども別にそのアンバランス感とかもないですし、はい、全然問題なくもう本当に何も意識せず乗れると思います。確かにその踏んでるパッドをこう挟んでる感っていうのすごくこう重要というか、うん、はい、今は特にこうドライブバイワイヤーって言って割といろんなものがその切り離されてって、はい、ステアリングも実はつながってなかったりとかありますね。ブレーキも実はつながってなかったりなんていう車も出てきましたけども、うん、やっぱりその辺がちょっと乗った感じ。この先に学校があります。 ありがとうございます。学校たくさん教えていただいて、はい、ありがとうございます。それっていうのはやっぱり乗ったその味というか、はい、うん、この先に学校があります。学校喋りまくるなこれ。これは設定で、はい、ナビ表示設定で。この辺そんな学校いっぱいあったんですね。そうっすね。ナビ設定で。うん、ブレーキのフィーリングはいいですね。すごい。なるほど。結構だからカーボンセラミックも温まらないと効かないやつとか、初期精度ちょっとお弱めのやつなんかもありますけれども、うん、その辺なんかはじゃあ割と。そうです。ただまあちょっと思ったのは、メルセデスって結構ブレーキのそのストローク、ペダルストローク長いというか深いのあるじゃないですか。はいはい。あれがなくて結構本当に触り始めからちゃんとブレーキパッドがつまんでる感じっていうのが伝わる。ああ、なるほど。感じなので、ストローク量はそんなに多くないですね。サスペンションもこれで S プラスですね。はい。一番硬いやつです。一番硬いです。まだでもドライブトレーンの方はコンフォートのままです。パワートレーンか。あとステアリングが AMG パラメーターステアリングということで、はい、まあ、要は BM でいうところのアクティブステアリングみたいな、はい、アダプティブ？アクティブ？アクティブステアリング。アクティブステアリングか。それ状況に応じて切れ角だったりとかが変わる。まあ、その辺を走り出しちゃうと、うん、あんまり多分介入してこない部分。あとエンジンマウントも、そうですね、強化エンジンマウントですよね、はい、それが電子制御のエンジンマウントでね、モード切り替え、はい、だ結構だから本当に空ぶかしの時にこう車がこうグンって動くぐらい、うん、やっぱりこう動かす力があるって、まあ、そこをしっかりしてあげると、強化エンジンマウントじゃないと、まあ、当然のことなんかやっぱ難しいんでしょうね、うん、レスポンス悪くなっちゃったり受け止めらんなくなっちゃうという、はい、じゃあ少しだけ、はい、はい、じゃあちょっと、はい、S プラスにしましょうか、はい、うわっやばっ、うってさすが700ニュートンですよね。うってなりました。はい、でもやっぱり63、まあ、これワゴンだけじゃなくて、はい、セダン、クーペ、カブリオ共通ですけども、このボディでやっぱこのパワーってラフにアクセル踏んじゃうとやっぱりもうすぐ後ろ側かいちゃう、うん、運転しちゃいますよね。でも、 もう瞬間的にこうトラクションコントロールが効いてグググって、うん、そうですね、これだからトラコン切って振り回せるテクがあったら、うん、とん
でもない走りができる車なんじゃないかな。そうですね。でもワゴンってどんな動きするんですか？私はあんまワゴンでこういうのでサーキット走るとかって経験ないですけど、この長いホイールベースのボディでどうなんですかね。まあ、あと合成的にはもう当然クーペとかセダンの方が有利なわけで、開口部がちっちゃいじゃないですか。はい、これでも足はやっぱ硬いですね。 S プラスは結構コンコンと、なるほど、突き上げがあるんで、じゃその辺は個別に調整して。うん、そうですね。ただこれもだから、あの速度域が高くなってくるといいのかなっていう、あのこの間たまたま裏店で2ドアの GT 乗せていただいて、はい、あのもう硬いしビリビリ言ってるし、あれこんなんだったっけと思って。あ、ただ幹線道路こう走り出したら途端になんかこう速度が乗ってけば乗ってくほどこう動くようになって、やっぱりちょっとこれ速度域すごい高いとこ見てる車なんだなと思って。それこそなんかその裏道みたいなとこ20キロとかで走るともうガタガタ言っててっていう足だけど、はい、バイパス60キロとかになるともう全然、うん、まあ、やっぱよく言えばもう本当にシャーシ合成が高いってことですよね、うん、ボディ合成が。まあ、さすが290キロドライバーズパッケージじゃないなっていう。はい、これでも今ドライブギアでマニュアルモードまだ使ってないですけど、はい、やっぱスポーツプラスってブリッピングしましたね。あ、結構自動的にシフトダウンもしてくれて、ブリッピング もうショックもなくこう回転数合わせてくれる感じ でスポーツプラスだと割とこう平成を装っても、うん、あのはみ出てますという感じであるところが、ね、あとエンジンの付きがやっぱ全然いいですよね。コンフォートとこのスポーツプラスってもう全然やっぱエンジン そのアクセルに対してのレスポンスがちょっと本当に分かりやすいぐらい変わるので、もう後ろからこの V8 サウンドと硬い足と、そうですね、ちょっと足回りコンフォートに戻します。ちょっとやっぱ硬いですよね、ずっと乗るには。この高速だと多分いい、高速だといいと思うんですよ。やっぱ 40、50キロぐらいだと、このスタイリングであの音ってやっぱりいいなって。そうですね、だもう遡っていくとやっぱりダウンサイジングしてないのいいな、 NA いいなってなってくるんですけどそうです、ね、いやまだまだ 4000cc あればちょっとこのいい意味でのアンバランスは残ってるかなっていう。そうですね、だから本当に旅行とか行ってちょっとこう峠道というか前に出てきた時もそのまんまこうグイグイ登りながら楽しめたりとか、確かにできますよね。確かに1台で完結できる、確かに荷物も添えて、はい、うん、長距離も運転できて、はい、うん、もう本当に強いて言えばその燃費そこだけかな、ね、はい、まあでも NA の時の 6.2 リッターと比べても、うん、やっぱり多少しよくはなってますもんね。ちょうどいいのかなっていう気します僕は。そして今本当にすごいタイミング、はい、こんなのあの後で振り返っても多分ないんじゃないでしょうか。いやーですね、アイドリングストップもついてますね、精神衛生上良くないで切りましょうそして調整は助手席側も割と細かくできて、はい、あ、運転席の方が1個これスイッチ多い感じですね。はい、はい、ランバーサポートのこう横の締め上げが、そうですね、はい、ちょっとじゃあ加速してみます。はい、おーわおーわおーわ、 AMG スピードシフト MCT、 はい、めっちゃレスポンスいいね。めっちゃいいですよね、パンパン入ってる感じ。あの4号の A4 号と GT は DCT ですよね、うんうんうん、でこれは四式の確か多番式のクラッチなんですけど、全然本当にあのね途切れないか、途切れないで本当にシフトな感じで、でこう一回こう加速感が抜ける感じしなくて、本当にこう続けてこう背中押されてる感じ。そうですよね、でその加速の途中もこうリアのトラクションがこうもう超えちゃっててもすぐこう介入して、もうさらにすぐ加速してっていう、はい、安心してまあやっぱ多少踏めたりもできると思うので、うん、これ楽しいね。楽しいですね、これがやっぱワゴンでできるっていうのがすごいですよね。こうレース経験者池田君
からするとそのステアリングとかペダルのレイアウトとか操作感はどうですか？いやもう絶妙にいいと思います。これ先ほど土屋さんもおっしゃったように結構細かくシートポジションも設定できて、でかつテレスコとチルトもついてるので、うん、ドライビングポジションが合わせやすい。なるほど。もう自分のあここしっくりくるっていうところにしっかり合わせられるので、そういった部分はいいと思います。めっちゃ見切りもいい。見切りもいいです本当に。今こう後ろ見て思いました、ワゴンこれ四角がない、ほぼ。ああそうですよね、確かに。これセダンクーペってこの C ピラーから後ろって見えないですけどそうですよね、きついですよね。ワゴンだともうそのまま C ピラー、D ピラー、はい、そしてリアのゲートまで四角がない。窓も大きいですもんね。大きい。ワゴンいいね。ワゴンいいですよね。ワゴンなんで流行んないんだろうね、日本ね。いやでももう SUV も今種類ありすぎるっていうのもありますよね。GLC、GLE、GLS とやっぱもう、もう本当に選び放題選べるので。確かに。それに加えて日本だとミニバン文化なんで。ああそうですよね。もう SUV とミニバンでなんかもう世の中構成されてるみたいなそうですね。ヨーロッパってそのミニバンが少ない分、うん、多少というかワゴンがやっぱり圧倒的に多いのかな。まだ需要もありそうですもんね、ヨーロッパの方だと。僕の勝手なイメージですけど結構ヨーロッパってワゴンっていうイメージ。ステアリングフィールも本当にいいですね、軽いですし。スポーツプラスでもこう特段ハンドルステアリングが重くなるとか、うん、そういうのも特別ないので。ただ私は個人的にこのある感がちょっと、あ、はい、ダイナミカが、まあ、そうな、素手でってなるとちょっと逆に。なるほど、まあ、これはもう好みなので、うん、はい、そこはお任せください、ボンドグループ、はいはい、ハンドルはいかようにでもそうですね、はい、可能です、はい。でも握りもいいですね、ちょうどいい太さで。シフトも AMG ってシフトこっちになってする車種もあるじゃないですか、はいはい、コラムシフトのままでやっぱここの周りに全部集約されてるのも、はい、運転する人からしたら本当に、ね、GT なんかこっちでこうちっちゃい。ああそうなんですよ、あれ結構このパフォーマンスシートだと、うん、このサポートが少し結構、うん、ここに当たってこう手がこうしづらい。そうなんですよ、わかります。うん、あとパフォーマンスシートもこれは多分他の車種でもそうですけど、ハンドル切った時にどうしても肘の部分にサポートが当たるので。なるほど。慣れてない人とかだとちょっと最初こう運転しづらい感はあるかもしれないです。レガロに言っときます僕からいやでもないと、はい、いけないというか、ここのサポート、普通のシートってここの下側のサポートしかないですけど、パフォーマンスのこのレガロンシートになるとここまで、この高さまでサポートがあるんで。そうですそうです。この逆にサポーターは私は欲しい部分なので。言ったらこの肋骨ぐらいまでこう支えてくれる感じ、はい。このやっぱ横のホールド性ってやっぱコーナー曲がるとき本当に一番助かる部分ですよね。本当にしっかりしてる。これは結構だからいろんな車で採用されてて、今でこそ違いますけど、ミニも先代はあのオプションシートがレガロのこのスポーツスターだった。へえ。バケットタイプ慣れちゃうと逆に、私も結構自分の車を含めてバケットタイプのまあシートになるので、慣れちゃうとコンフォートシートのこうあんまりサポートが効いてないシートの方が不安になるの。そうなんですよ。あと実際こう長距離運転していざ降りた時の体の疲れが違ったりとか、シートって大事ですよね。特にね、座面が平らなシートに座ると不安になっちゃう支えられなくて。そうですね、これでも本当にいいですね、座面も少し伸ばせたり、スポッて入るやつも。うわブレーキも全然問題ないですね。これだな、やっぱりこれですいいな、ワゴンでこれができるというか、これが作れるのがすごいですよね。いやだから本当に一貫してこうちっちゃな
ちゃいエンジンから大きいエンジンまで、はいはい、積んで、うん、もうそれこそ昔からこう300キロ OK でっていう、はい、とんでもない車作ってくるなっていう。いや本当ですよね。言ったらなんか S クラスとか E クラスよりもっとなんかこう挑戦的なことやってるなっていう。そうですよね、うん、だから M3 の先ほどもちょっと言った、まあ、M3 のツーリングが初めてまあ市販されるような今ニュースが出てるじゃないですか。やっぱりこの辺りのこの D セグメントとかのこのステーションワゴンも熱いなって僕は思うんですよね。ああ、なるほど。今更 BM が確かに、うん、M3 でツーリングを出す、今まで出してなかったのにっていう。特にあの日本に至ってはあの36はワゴンがなかったぐらいなんで、はい、そのぐらいなんかもう BM ってワゴンのイメージがないですけど、うん、ついにっていう。そうなんですよ。だからこの次の次期型の206の AMG モデルがどうなるかですよね。確かに戦国時代がまたそうです。御三家の戦国時代が始まるかもしれない。始まるかもしれない。もうでもそしたら本当によりこうちょっとこうユーザーにとってはちょっとこうどれを選ぶでいいのか、ね、みんな四駆になって、うんうん、うおー最高です。いやー今もうでも半分も踏んでないですね。ぐーってぐーって押さえつけシートも押さえつけられるんだけど、シートのホールドが良すぎて、もう全然どこに捕まらなくても大丈夫。でも個人的にはこのサスペンションダンパーはコンフォートがおすすめかなっていう、ね、もう街乗りだと圧倒的に僕もあの同意見です。うそうですね。よっぽど高速道路じゃない限り、あの足回りはコンフォートにした方がいいかなって。これでも十分なぐらい。ただそれがささっとできるように。そうなんですよ、はい、ここにあります。プリセットしてくれるんですよね。はい、はい、あれこれ変えられるの確か。そうだよね、はい、変えられます。どれをこうプリセットしておくか。はい、はい、これだからすごくよく考えられてるなと思いました。いや本当ですよね、うん、M ボタンとかもあったりしますけど、メルセデスはメルセデスでこう好みによって、はい、好みによってこうささっとすぐプリセットできるんで、はい、使うところをこの2つ入れとく。そうですね、はい、すごくいいんじゃないかな。結構やっぱ商談しててありますもん、やっぱり。ああそうなんだ、うん、これ乗りたいんだけど結局あの、まあ、できる限りそのご要望を伺った中で、うん、やっぱりこう実際入れてみないとわからないっていうケースもあるので、うん、まあ、車をお持ちしたりっていうことも、まあ、たまにしてるんですけど、本当に欲しかったのに、いや入らなかったっていう、それで結局購入に至らないことっていうのもやっぱりありますので、やっぱそれぐらい今の車が大きくなっちゃって、大きくて車庫に対して厳しいっていう車種が増えてますよね。でその分あの A クラスとか、うん、もうちょっと ちっちゃいっていうかグレード下の車の装備が良くなったり走りが良くなったりしてってますけど。そうですよね。ただ本当継ぎ方を期待してる人に本当申し訳ないんですけど、なんかあの継ぎ方ってちょっと A クラスに寄っちゃったなって僕個人的に、はい、私も写真見ました。デザインも、うん、もうなんか、うん、まあしょうがないというか、もうメルセデスそういうの多かったじゃないですか、うんうん、やっぱり C クラスとかがもうそうですけど、やっぱ S クラスにちょっとこう似てたりとか、うん、まあ、しょうがないのかなと思うんですけど、勝手なイメージとしては CES のこの立ち位置というか、うん、ポジションに関しては本当に大中小じゃないけどそこをプラス A クラスでいてほしかったなって。そうですよね。でそれが今度エンジン的にも、はい、もう A に少しこう C が寄ってっちゃう、うん、逆に A が寄ってきてるのかもしれないですけど、うん、そうですよね。その中でコンパクトで、じゃあよりコンパクトなのが A で、まあ、まあまあコンパクトなのが C っていう立ち位置になるのかしょうがないですけど、だから本当にの意味でしっかりはっきり分かれてる CES、うん、はここで一つの大きなこう区切りなのかなっていう。そうですよね、うん、ちょっとまあ全然わからないですけど、もしかしたらその今まあアナウンスされているような A クラスの AMG モデルに積んでる、うん、要はエンジンがベースになってきた時に、うん、次期型の C クラスの AMG モデルってグレード展開もそうすると多分2つになっちゃいますよね。3号4号とか、うんうんうん、まあ、まあ6
63で多分行くのかもしれないですけど、僕が今日見たやつは63と53って書いてある。ああ、じゃあそういう感じになるんですね、多分おそらく。ちょっとそれも強引な気がしますね4号と3号がなんか一番しっくりくる気が。今だと43、53、63ってあったじゃないですか。やっぱそれも変わっていっちゃいますもんね。だ結構節目、まあ、フェラーリなんかもそうですけど、節目ってやっぱり必ずあって、はい、うん、その節目の車って割とこうやっぱり評価されて、うん、あるのかなっていう。でそれがこれに個人的には当てはまるんじゃないかなっていうふうに、うん、そんな感じしますよね。名車、190といい 500E といい、あ、いいですね、うん、あとは、6.2リッター NA の、そうですね、204の方とかそうですね、エディション507とか、はい、かなっていう。社内でもよく言うんですけど、お金があったら204のブラックシリーズとか欲しいなと思っちゃいますね。欲しいですでもそういう名車揃いっていうのがまあ AMG のいいとこですよね。いや、最高の1台でしたね、はい、やっぱりちょっとこの僕が勝手に持ってるイメージですよ、この車よりこうエンジンがちょっとオーバースペックなのそうですね、しかもワゴンでこれです。最高だなって、はい、ドカーンっていう効果、加速と、まあ、あとその空ぶかしした時にこう車がこうバーンってこう、そうですね、もうちょっとアメ車にもつながるぐらいこうなんかパワーを持て余してる感じ、はい、うん、これがちょっともしかしたらですけど、うん、楽しめるのが最後のタイミングかなっていうのは、はい、もうぜひ乗っとくべき時代だなと、うん、はい、まあ、少なくとも FR としてはもう、そうですよね、ほぼほぼないこういったモデルなので、はい、ぜひお問い合わせいただきたいと思います、はい、というわけで今回はメルセデス AMG C63S ワゴンをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。